俺のエプロクが一番だ選手権、はい、ちょっとテンション低いですね。まあ、いいんじゃないの。ね、ちょっと低いですね。久しぶりだね、エスロック。そうですね、1年、2年ぐらいですか。ああ、もうだって86、86、ね、エスロックが出て2年経つでしょ。はい、はい、そうですね。ね、はい、そうするともうチューニングも落ち着いてるでしょ。だいぶ、しかももうすぐ第3回。第3回。第3回。3回もやってるんですね。やってるやってる。前回勝ったのは、あれですよね、黒いの。あー、はい、なんか、うん、これ。見えなくなっちゃったやつ。あれ今回ね、はい、勝ち逃げ。今回いないですか。あの今回のタイムを見て、はい、HKS の上回ってたら次出てくるって言ってた。あ、なるほどなるほど。そういうあれ上から覗く系ですね。上から見て、上から。なるほどね。ムカつきよ、ナシカップ。ちょっとちょっと80の C だもんね。80C。 80C。 はい、もう皆さんあのルール忘れてるでしょうから説明します。忘れてます。はい、この選手権はですね、まず加速対決、あったね、はい、そしてタイムアタック対決、そして、バトル7周、はい、この3つを競ってですね、各、着順にポイントがありまして、その合計で、まあ、順位が出ると、で僕は、前回6番手だったパンドラというところの、ここに乗ります。あ、本当に遅いのかどうか、はい、前回誰が乗ったんでしょうね。そういう意味ですね。中南さん、中南さん、意味深ですね、それは。だから谷口が検証するの。あ、なるほどなるほど。まあ、ね、2年前ですからさ、ね、俺はね、はい、やっぱ ARTA じゃない、はい、ね、スプーンじゃないですか。スプーンはね、本当はスプーンなんだけど、だけどやっぱこれ ARTA だから、はい、オートバックス、オートバックス浜松、ね、はい、何が、あ、なるほど。折戸さんはね、折戸さんは前回引き続きトップヒールなんですけども、はい、前回あのなんかあれ電子デバイスをね、切り忘れて予選やったんですよね。あ、なるほどなるほど。舐めてるんだよね。もう一回5、はい、もうすっかり忘れちゃった。そしてですね、まあ、あのスプーンはまだ車がいるんですよ、はい、で今回はスプーンさん来てます、はいはい、で津谷さんはオートバックス浜松なので、今回はですね乗るドライバーはお呼びしてます、誰、原選手です。おお、世界の、世界の原さん、動きがお久しぶりです。動きがちょっとスローリーじゃない。久々の登場です。スローだね。動きがスローな感じがするけど。はい、気のせい。気のせい。はい、元気。足のサイズが右と左違うような気がするけど。気のせい。これも気のせいです。気のせい。はい、なるほどね。よくわかんないけどもね。はい、もうそんな感じで、はい、じゃあ、はい、ね、久々に第3回のバトル行ってみましょうか。僕はちょっと喋らせていただいてもよろしいでしょうか。あ、いいよ、はい、いいよ。なんかパワーが、まあ、みんな結構上がってきてるっていうのと、あとなんか形を見るともう車がみんななんかワイドになってすごいことになってるので、今回また分かんないんじゃないかなと思うんですよね。混戦だよ今回は、ね、うん、だってあの勝ち逃げいないから混戦、それもありますし、なんかすごくその進化もなんか今回もすごいんじゃないかということで、すごく楽しみです。だからホットバージョンはなんで7周かっていうと、その 1,2 周走って終わりっていうとさ、壊れるかもしれないわけじゃん。確かにそうです ね、パワーだけ上げてる車、はい、だから7周バトルを見て、うん、でそこでタイムの落ち方だとか熱だれとかを見るのに7周ぐらいあればいいでしょう、うんうん、ね、うん、なんで10周いかないかってなると津田さんが7周で疲れるから。なるほどなるほど、そういうことですね。そうなんだ。あ、分かりやすい。なるほど、はい、車じゃなくて俺が疲れる。なるほどなるほど、はい、それでは、うん、S6 バトル行ってみたいと思います、はい、どうぞ。7台の S6 が筑波に集結。第3回俺の S6 が一番だ選手権。今回笛を吹いてくれるオレンジギャルは清瀬まちちゃん。ああ、その笛になりたいたった。今回も3つの対決でナンバーワンを決めちゃいます。世界最速の S6 を目指し集まってくれたスーパーマシンたちを紹介。オレチエントリー1、スプーン。試作として作ってきたマフラーが最終的な商品になって、車検対応のマフラーになりました。一通りあの中身の部分は出来上がってきたんで、少しちょっと見た目の方もこれから先は考えていこうかなと。オレチ
エントリー2ジェイズレーシング。新車投入、なぜかと言いますと、実は大クラッシュしました。新車を投入せざるを得なくなった。ストリート、まあサーキット両立できる仕様に持ってきてます。よろしくお願いします。オレチエントリー3トップフューエル。今回うちの車だけなんですけどね、ネオバを履いてるのが、ネオバで皆さんにどこまで食いついていけるか、一つ頑張ってやりたいと思います。よろしくお願いします。オレチエントリー4シーカー。はい、今回のイチオシパーツは、新開発のインタークーラーとカービンキット、前回ちょっと不甲斐なかったんでね、今回はちょっとパワーを上げて、持ってきましたんで頑張りたいと思います。オレチエントリー5パンドラ。弊社の車は街中を走れるミニスーパー GT というコンセプトのもとにオーバーフェンダー等で武装しています。見た目とパワーと両立した感じを狙っています。オレチエントリー 6-44G。 こんにちは、 44G の吉田です。楽しく安全にサーキットを走れるように、車を作ってきました。今日はどうなることやら。オレチエントリー7スーパーオートバックス浜松。今日持ってきました S660 は、見た目こそ、ワイドボディで、スパルタの仕上げになってますけども、見た目はですね、純正の正常進化版として、作ってますので、どんな走りができるか楽しみです。ラウンド1、どれが勝つのかしら。加速対決。筑波のバックストレートを使用。まずは各車ウォームアップへ。がしかしここでスプーンにトラブル発生。マジか。もしかしたらバルブがいっちゃったかなみたいな、耐久テストずっとやってた結果がここで出ちゃいましたね。見たいよ。組み合わせはご覧の通り。最速加速マシンはどれか。 44G 対 SA 浜松。さあ第3回 S6 ですけれどもね、みんな派手になりましたね、この2年経って。チューニングもそうですけれどもね、エアロがだいぶ進化してますね。かっこよくなってる S6 が楽しみです。朝一から土屋さん撮って緊張しますね。さあどうか。スタート。ドリドリが抜群のスタートだ。よしよしよし、いいぞ。オートバックス号110馬力。差を広げて浜松の勝利。よし、えらい。頑張ってる頑張ってる。シータ対パンドラ。さあパンドラの S6 ですけれども、どんなんでしょうか。とりあえず今ちょっと転がした感じ、タイヤがグリップしなさそうですね。スタート対決が谷口さんっていうのがちょっと嫌なんですけど、まあできる限り頑張ります。スタート。スタートは互角か。いや、シーカーが速い。あら、全然タイヤグリップしないこれ。シーカーの勝利。全然ほら、全然グリップしないもんこれ。ジーズ対トップフューエル。はい、今回もトップフューエルさん担当させてもらいます。前回ね、なんかトラコンが切れてなかったみたいで本調子は出せなかったようですが、今ちょっとテストに乗ったら結構ご機嫌なんで、音もいいですしね、ちょっと楽しみですね。頑張ります。シェイクダウンです。頑張ります。ス
タートを決めたのはオリだ。いやいや、互角か。危ない。トップビューエルの勝利。やった。でも結構ギリだったな。シーカー対浜松。さあ、シーカー13秒切ってます。浜松13秒切って切れません。谷口さんの次は土屋さんということで、ますますちょっとあの嫌な感じで、あのでもできるだけ頑張ります。スタートはシーカーだ。早いな。シーカーの勝利。負けた負けた。よし、勝った。決勝。なんと決勝まで来ました。嬉しいですね。シーカーさんちょっと早そうなんですけどね、頑張ります。ここまで来たからにはあの一生懸命やりますんで頑張ります。さあどうか、互角か。三足に入れてからが早い。加速対決はトップビューエルが取った。負けた。2位にはオリジナルタービンで大健闘のシーカーが入った。S6 チューニング講座。はい、S660 の場合はですね、もともとが横幅が、軽自動車の規格いっぱいになってますので、オーバーフェンダーつけた時には軽の、くくりから外れてきます。そのためですね、軽自動車を一時抹消してですね、普通車としての新規登録というものが必要になります。まあ、オートバックスでそういったあのサービスもやってますので、ぜひご相談いただければと思います。ラウンド2、サーキットの実力は？ベストタイム対決。アタックは3周のみ。オレンジアタック。ジーズからアタック開始。ジーズの過去ベストタイムは1分10秒816。リューマシンになってこれを上回れるか。コンマ5秒タイムアップに成功。オレンジアタック。いやー、もうそのプロの人に乗ってもらえるなんてもうめちゃくちゃ嬉しいですね。今日来てよかったっす、すでに。はい、スプーンさんの車にトラブル発生したため急遽、44G さんの、この車に乗り込むことになりました。105馬力。どんな感じなんでしょうか。これ形すごいですからね。とりあえず走ってみるのが楽しみです。頑張ります。荒選手頑張ってください。 44G がアタックへ。ブレーキはちょっと強く踏むとロックしちゃうんで相当シビア。すごく打角が少なく走れるんでラインがトレースしやすい。ちょっとブレーキ使った方が良さそうだな。で、加速を重視。綺麗に綺麗に綺麗に。どうだ。 44G は自己ベストを4秒以上更新。オレンジアタック。シーカーは寺岡選手自らドライブ。シーカーの自己ベストは1分12秒441。さあ更新なるか。シーカーもベストを更新。各社すごいです。オレンジアタック。タイムアタックするにあたってですね、タイヤが温まるのかそこにつきます。
この日の路面温度は7度。さあどうか。パンドラの自己ベストはネオバで1分12秒710。今回はゼスティノでどうか。この車は基本的にはタイヤが温まるの待ちで、今計測3周目でやっとちょっと降ってきましたけども、でもね、バランス的にはフロントが負けててアンダーステアですね。オレンジアタック、04ではなんと優勝しましたんで、このタイムアタックもですね、なんとか1番取りたいと思います。頑張ります。トップフューエルの自己ベストは1分12秒715。よく曲がる。とても乗りやすい。S660 めちゃくちゃ楽しいね。楽しい最終コーナー。タイムは1周目から2秒以上更新。早い。オリラーはアタックを続けるが、しかし壊れた。壊れた。この後ろを走っていたジーズの梅藩、アタック3周目に入っていたが、新車が危ない。一夜立ち上がったらバッと煙がパーッと出始めて、うわなんだと思って、ダンロップ入ったアクセル戻した瞬間にズンってもう滑っちゃったのね。でそこからちょっとエンジンはかけてないんですけど、あ、ダメです。シャシのバランスとサスペンション、タイヤ、エンジン、もうどれをとってもものすごい気持ちよく楽しかったんで、ちょっと残念ですけど、車はすごいいい仕上がりで楽しかったです。こんな楽しいんだな S660 っていう感じでした。イタイヤオレンジアタック。さあ04では負けましたけれどもね、コースだとちょっと違うと思いますよ。バランスですからね。ここはちょっと一発やっつけてやろうかなと思ってます。さあタイムアタックでもうすでに3台がリタイアしております。パワーを上げていくと壊れるんだよね、どんな車でもね。そこはもうしょうがないか。これが壊れなくなった時にやっぱこうチューニングがね安定するよね、日本のチューニングが。ドリドリ曰く S660 はミドシップで剛性が高く軽いため、絶妙なバランスでラインをトレースできるとのこと。よろしいんじゃないの、なかなか。セクター1は28秒272。こっち近道だね、ここはね。遠回りしたくないね。結構楽しいよこれ。なかなかいいよ。セクター2は29秒028。さあどうか。アンダーだね。後ろが結構しっかりしすぎてるな。
タイムは1分9秒368。ここまでの2番手タイムをマーク。今オイルに乗ってアタックできなかった梅半したい一周で一周だけでいいから。オリドさんに期待です、まあ、僕が乗るより確実に速いんでよろしくお願いします。梅班のタイムは1分10秒388だ。1コーナーの出口ではアクセルオンが速い。タイヤがいいね。タイヤは 71R を装着。セクター1は27秒8。トップヒューエルよりも速いぞ。早いコーナーめちゃくちゃ早い。いや面白いな S660 って。セクター2も最速だ。タイムは1分8秒675。 HKS にはコンマ1秒届かず。ベストタイム対決はジェイズレーシングが取った。ラウンド3はいよいよバトルです。グリッドは逆ポール順7周勝負です。さらにポイントは倍なので逆転もありあり。シーカーがなんとか復帰。バトルは5台だ。ポールポジションということは、後ろから煽られまくるということです。ちょっとでも耐えれるように頑張ります。ちょっと予選からですね、センサー系のトラブルに悩まされておりまして、ちょっと本調子ではないんですが、ただまあね、プロ4人の方々にお手合わせいただけるっていうんでね、めったにない機会なんで頑張ります。ちょっと7周もバトルするって聞いてビビっているアラセイジです。久々の登場です。この車結構外から見た感じもやる気満々です。これで、速く走りながら最後まで走り続けられる耐久性、これを証明できればこういうやっぱり楽しい車っていうのはありということになりますので、頑張って最後まで走りたいと思います。久々の660ですけれどもね、3回目ですよ。なんとここに来るまでに3台がエンジンブローカーリタイアしてます。まだまだね、エンジンパワーに関しては仕上がってないと思いますけれども、だからこそこの7周バトルに意味がある。安定してトップに行っちゃおうかなと思います。一番後ろからスタートになりますが、まあちょっとね、2台ほどね車がいなくなってしまったんですけども、急遽ジェイズさん乗ることになりましたが、タイムはね一番速かったんで、まあ、バトルでどうか頑張ります。さあバトルだよ。筑波サーキットセブンラップスバトルスタート。さあ抜け出るのはどのマシンか。最後尾のオリダーからリプレイチェック。皆さんの走りをちょっと見ましょう。お前ちょろちょろすんなよ。お前、はい、お前だよ、お前、お前お、タイヤが冷えてる。シーカー寺岡、もうドキドキだけどリードも広げたいところだ。どれだけ早くタイヤが温まって早く自分の
ペースで走れるかですけど。めっちゃ可愛いんですけど、なんか俺近道だからパワーのない車は近道。この辺はやっぱこの車結構しっかりこうターンできるから速いんだな。入れるのかなこれ。いきなりノブに迫るアラ選手、並んだか。あ、いやいや、まだだ。2周目に突入。めっちゃ面白い。もう来てやがる。これさ、抜けないと思うよ。2周目ダンロップした。アラ選手がノブを捉える。ドリドリもノブをパス。オリラーもノブをパス。抜けない抜けない。あ、早い。あ、早い、伸びてる。2番手にドリドリが浮上。これにオリダーも続くか。トップはシーカー。このまま逃げ切れるか。このジェイズさんのところはワイドじゃないんだよね。ワイドじゃないんだけど速いね。お、徐々にタイヤが温まってきたかも。バトルは何が起こるかわからない。ノブも諦めずに全開で走る。しかしその差は広がっている。頑張れよ、ちょっと。あら、後ろから徐々に迫ってくるプレッシャーに耐えなければならない。頑張れ、寺岡。いやー、だいぶ迫られてしまった。争ってる間にくっついて前には出れないのかな、これ。このぐらい余裕のあるレースをしたいもんだね。なんとか追いつこうぜ、追いつこうぜ。シーカー捕まえねえと。近道、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 近道。さすが、プロは違う。ニヘアのブレーキングで一気に差が縮まった。あー、来ちゃった。うわ、スリップ入ったぞ。これはいけるだろう。いやー、頑張れ寺岡。残り3周。これはいけるべ。なんとクラクション攻撃で1位に。いえ、いけ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 、よしよし。マジかよ。降りますのでお願いします。シーカー寺岡一気に4位へ後退。厳しい。
争いはこの2台に絞られたか。さあ満を持してオリダーが来た。スリップ入りやからこいつ。ここの伸びはやっぱちょっと置いてかれる。早めのシフトアップでちょっと追いかけてみよう。バトルは残り2周。ドリドリがピンチか。あいや守った。頑張れ頑張れ。オリド面白い。ドリドリはバトル中でもサイドを使用。もう走りの引き出しを使いまくりです。よし、やばいぞ。真剣にそろそろ行かないと。まずい。ついていけないよ。ずっと12秒6とか7とか安定はしてるんだけどね。そしてついにファイナルラップに突入。さあドリドリはトップを守りきれるのか。両者ともシフトミス一つも許されない状況。さあオリダーはどこで仕掛けるのか。ここか。おお早い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 。すげえ、ドリドリも一歩も引かない。しかしよし、本当にそんな速いの簡単に。よしよし、うわ速い速い速い、こっち。最終ラップ最終コーナー、オリダーがインを取った。抜かれた。バトルを制したのはジェイズレーシングのオリダー。さあ総合ランキングの結果はいかに。さあ第3回 S660 バトル、まあチューニングは安定してきてはいるね。そうですね、はい、チューニングは安定してきてるけど復活しやがったねこいつね。そうですね、3台消えたんだよな、ね、はい、減りましたよね最初に、うん、チューニング安定してる分逆にちょっと壊れるリスクが出る領域まで来たのかもしれない、ね、だから100馬力超えるとギリギリなのかね。いいか、このイベントに各ショップがガチになりすぎじゃないですか、うん、と思うよ。最初逃げたね。今日最初だけ本当いい夢見させていただいた、ね、だからすぐ垂れるんだ。シーカンドはあの、まあ、うんちゃんが垂れる感じですね。なるほどなるほど。うんちゃんがね、 HKS から買ってきたまんまを本付け。いや違います、オリジナル。あの、まあ、生意気にオリジナルだって言ってましたよ。アラは何やってたの。はい、アラいたよな。いましたいました、あのすぐ後ろにいましたよ。そうだよな、はい、なんか来るのかなと思ったら来ないしさ。いや最初チャーサーの前にいましたから、はい、抜かれてですね、うん、ついていったんですけど、あの立ち上がりは結構同じように立ち上がっても、うん、後半ストレートの後半の伸びがあのお二人の2台の方がこう伸びがやっぱありますね。じゃあ余計なものついてるからじゃない。あそういうあれも出ますよね。ウィングね、そういうねドラッグとかクッテーコーとかね。あラクトットウィングね。そうそうそう、あれ多分15キロ抵抗になっちゃった。だってさ、ゲンチャリでこうやって手を挙げて運転してるのと一緒ですよね。確かに、でももうそういうシビアなレベルですよね、クッテーコーがさ、このバトルって。だから立ち上がりは一緒でもエンドで伸びないっていうのはそういうことじゃない。そうですよね、まあ、そうですよ。あそこでだって落下傘ついてるみたいな。だからあとはね、はい、ジェイズンのは早い。
ジェイズのはコーナーと全体的にまとまってすごいまとまってるね、はい、うちのはさ、はい、オートバックスはかっこいいんだけど、うん、リアのタイヤが太すぎるのかずっと粘っちゃってちょっと逆に新宿ヘアピンとかちょっとアンダーっぽいですよね見てるとね、うん、でも後ろから見てるとあのオーバーフェンダーめっちゃかっこいいですよ、うん、かっこ俺も気分はかっこいいんだよ、うん、ただやっぱ このアンダーなんとかなんねんかなドライバーとその車の車格といろんな雰囲気が合ってましたつや、ね、さんにそうね、ま、いい意味で、はい、よかったです谷口君はどうだったの、はい、僕全然今日絡めませんでした ねあれは後ろ上にラックさんついてますからね あれもじゃああれだ抵抗がでも、はい、可愛いじゃん、はい、小ぶりで、今回ゼスティノっていうタイヤだったんですけども、うん、最初温まりが冷たい間が全然きついんですけど、うん、温まったらタイムがビターッとこうもう何しても変わんないタイムで練習するには最高のタイヤかもしれないね、そうですね、うん、まあだから今後ねまだまだあの仕上がっていくと思うけどもねなんだ失礼します。なんだ 80C 80C ほら80C お前はポルシェか聞いてください。なんだなんだ結果が出ました、はいはい、1位はジェイズです。ありがとうございます。ありがとうございます。走って仕上げてるですねジェイズ、はい、俺は大したもんでバランスいいもんだって俺コーナーで横にいたもん、うん、俺のエスロックが一番だ選手権第3回のウィナーに輝いたのはジェイズレーシングだ。S6 も取ったんだね。よっしゃ